どうもサッサンです。今回はですね、ソニーさんから新しく発表された新製品のワイヤレスマイク、はい、こちらの2つレビューしていきたいと思います。1つは既存モデルのアップデート版でより使いやすくなった新製品、もう1つはコンデンサーマイクでありながらワイヤレス接続に対応したっていうね、結構面白い製品なので、ぜひ最後までご覧いただけますと幸いです。ということで早速やっていきましょう。はい、じゃあまずはこちらの ECM-W3 というワイヤレスマイクからご紹介したいと思います。このマイクは以前発売された ECM-W2BT という製品の後継モデルになっていて、その ECM-W2BT はトランスミッター1つ、レシーバー1つという組み合わせだったんですけども、この ECM-W3 はトランスミッター2つ、そしてレシーバー1つという組み合わせになってます。なので動画に2人出演するときに使えたりとか、あとはカメラマンも喋るなんて時にもね、使えるようなマイクになってます。もちろんトランスミッター1つだけで使うということもできるので、まあ、こういった室内での YouTube 撮影はもちろん、キャンプなんかのアウトドア撮影とか、Vlog、あとは最近ね、フィットネス系の YouTuber さんとかもかなり多くなっていると思うんですが、本当にいろんな場面でね、使えるようなワイヤレスマイクになってます。で、特徴としては1つ目、ソニー製のカメラと組み合わせて使う場合はこのレシーバーをね、ケーブルレスで接続するということが可能になってます。今手元にあるこのカメラはソニーの α7R5 っていうものなんですけども、このマルチインターフェース周に ECM-W3 のレシーバーのね、この接点の部分をこうガチャッと差し込むと、もうこれだけでね、接続されてるんですよ。あとはね、レシーバーの電源オンにするだけっていう感じ。一般的なワイヤレスマイクのレシーバーっていうのは有線ケーブルでこのカメラ本体のね、マイク端子と接続する必要があったんですよ。それだとこうケーブルがね、プラプラして邪魔になったりとか、あとはですね、ケーブルを使ったアナログ接続だと音質が少し劣化してしまうっていうデメリットがありました。ただこの ECM-W3 であればケーブルが邪魔になる心配もないし、でソニー製の対応しているカメラであればデジタル接続が可能になってるんですよ。これはね、アナログ接続に比べて音の劣化をね、抑えることができます。そして特徴2つ目としては、今回のマイクかなり音質にこだわってるとのことで、トランスミッター本体にある内蔵マイク、もしくはですね、横にマイク端子があるので、ここにね、市販されてるピンマイクをつなげて使うってことができるんですけども、まあ、その際の音声が非常にクリアに取れるっていうのもそうですし、あとはですね、ホワイトノイズ、こうサーっていうね、ノイズみたいな音がかなり入りにくくなってるみたいなんですよ。このね、トランスミッターの横にスイッチがついていて、 LC っていうのが、ローカットで、 NC っていうのが、まあ、ノイズキャンセリングになってるんですよ。これね、後でどんな感じか使ってみたいんですけど、この機能を使わずとも、そのね、ホワイトノイズ、他社製のマイクに比べてかなり少なくなってるみたいです。はい、続いて特徴3つ目が、このトランスミッターが小型軽量ということですね。旧モデル ECM-W2BT のトランスミッターは 27g だったんですよ。でもこの ECM-W3 のトランスミッターは 17g しかありません。他社の一般的なワイヤレスマイクのトランスミッターというのは大体 30g ぐらいだそうです。なので例えばこのトランスミッターを T シャツの首のところにつけても、こうベロンってね、垂れ下がったりはしにくくなってるっていう感じです。はい、じゃあここからちょっと詳しくね、製品見ていきたいんですけども、まずこちらがですね、トランスミッター2つとレシーバー1つ収納するケースになってます。このケース自体に、バッテリーを内蔵しているので、こうやって収納した状態であればそれぞれにね、充電することができるんですよ。ケース背面のヒンジの少し下のところにね、 USB Type-C 端子があるので、ここからね、充電してあげることができます。はい、じゃあ続いてね、レシーバー見てみましょうか。レシーバーこんな感じ。まあ、さっきも言ったんですけども、このレシーバー底面には、マルチインターフェース周に接続するね、この接点っていうのがついていて、で、本体の右側のところにはね、電源のスイッチ、これ今オフになってるので、電源入ってません。で、右側がデジタル、左側がアナログ。まあ、デジタル収録の方がね、音質いいんですけども、デジタル収録にね、対応してないカメラの場合は、まあ、アナログでね、使うということになります。そしてその右側にあるのが SEP、 これセパレートっていう意味ですね。で、右側が、ミックスなんですけど、これどういったことかというと、まあ、セパレートで使う場合はですね、このトランスミッター2つの音声がそれぞれ別のチャンネルにね、音声収録されます。それによって後でね、動画編集するときにこっちのトランスミッターの音だけを大きくするとか、こっちだけを大きくするとか、そういったね、個別の調整が可能になってます。で、反対側のミックスにするとですね、このトランスミッター2つの音がそれぞれ両方のチャンネルに入るので、まあ、これはね、個別の音量調整っていうのができなくなります。
まあ、使い方としてはミックスの方が簡単なんですけども、動画編集慣れてる方とかであれば、まあ、セパレートでね使う方が後から調整効くのでいいのかなとは思いますね。で次に本体後ろなんですけども、ここにセーフティーって書いててボタンが一つありますよね。このセーフティーモードを有効にするとですね、一つ目のチャンネルには通常の音声が収録されて、二つ目のチャンネルには、マイナス20デシベルされた、まあ、ちょっとちっちゃめのね、音が入るんですよ。通常の音声がね音割れしてしまった時の、まあ、保険機能みたいな感じですね。まあ、さっきも言った通りこれミックスの時しか使えなくて、セパレートではね強制的に無効になってしまうので、そこはねご注意いただけたらなと思います。はい、で反対側なんですけども、まずねこれマイクアウトという端子がありまして、ソニー以外のカメラで、このねマイク使いたい場合は市販されている 3.5mm のオーディオケーブルと、ソニー以外のカメラのマイク端子接続するとこのマイクでね音声収録することができます。でマイクアウトの横にはですね、こちら USB のタイプ C 端子がついていて、レシーバーの充電ができるっていうのもそうですし、あとはですねスマホとか、パソコン用のマイクとしても使うことができます。でそうやって使う場合にね、この接点むき出しってちょっと嫌じゃないですか。壊れたりしても嫌なので、付属のねこういったカバーをこうやってつけてあげると、まあ、接点隠すことができて、一応ねこうやってスタンドみたいにして使うこともできるし、底面にね三脚用のネジ穴があるので、それに固定してあげるということもできますね。はい、で次に送信機なんですけども、まず本体上部に内蔵マイク、そしてピンマイクを差し込むね 3.5mm の端子がついてます。で本体の右の方には、電源オンオフの、スイッチで、その下にはアテネーターって言ってね、まあ、音量をね少し調整してあげるための切り替えスイッチがあります。これ 0dB だと音量全くいじってない音声で、下に行くとね、まあ、10dB って書いてますよね。これ勘違いしてほしくないのが、 10dB 大きくなるってことではなくて、逆にね 10dB ちっちゃくなるってことなんですよ。でその下 20dB 小さい音声が取れるってことになります。はい、で反対側にはフィルターのスイッチがついていて、今オフなんですけど、真ん中がローカット、まあ、低いね周波数帯のノイズをカットしてくれるような機能ですね。で一番上がノイズカットフィルターですね。耳障りな雑音をデジタル的にね処理してくれるらしいです。これもね後で使い比べてみたいと思います。で最後裏側、これがねクリップになっていて、まあ、例えばシャツにね、こうやって挟んでおいたりとか、ピンマイクをね別で使う場合にはズボンにね挟んで固定するなんてこともできます。はい、じゃあいよいよこの ECM-003 の音声聞いていただきたいと思います。もうね、先ほどの α7R5 に取り付けて、撮影開始してます。このね皆さんが今聞いてる音声が ECM-003 で収録している音声なんですけども、いかがでしょうか。設定なんですけども、このね α7R5 はマルチインターフェース種のデジタル収録に対応してるので、 ECM-003 のレシーバーは、デジタルにしてますね。そして現在はノイズフィルターオフにしてる状態です。プレーンな音声、音量の調整はねアテネーター 20dB にしてます。これね結構音量大きいみたいで、オフと 10dB の場合は結構ね音量の、ゲージがねすぐ赤い方に行っちゃってたので、アテネーター 20dB にして、使っております。これが ECM-003 の、プレーンな音質なんですけども、いかがでしょうか。はい、じゃあ続いてノイズフィルター機能を使ってみたいと思います。今ね撮影してるこの部屋は、まあ、エアコンの音は若干僕の耳にはね聞こえてるんですけども、そんなにね気になるような、ノイズっていうのはありません。この状態でね、ノイズフィルターオンにしてみて、この音声がね不自然にならないのか、これをテストしてみます。はい、まずはローカット機能をオンにしてみました。いかがでしょうか。ローカット機能でね、まあ、エアコンの、ノイズとかそういった音はね結構カットしてくれるんじゃないかなと思います。ただね低い周波数帯ね、通さなくなってしまうので、まあ、声もねちょっと低い周波数帯がなくなって、さっきよりこう軽い印象というか、まあ、そんな感じの音声になってるんじゃないでしょうか。いかがでしょうか。はい、次にこちらがノイズカットフィルターをオンにした状態の音声です。いかがでしょうか。ノイズカットフィルターをオンにするとね、ちょっと音声が不自然にならないか、心配なんですけども、いかがでしょうか。 ECM-003 ノイズカットフィルターをオンにすると、どのような聞こえ方になっておりますでしょうか。はい、次が室内での ECM-003 のテスト最後なんですけども、ノイズがねある環境でこのマイク使うとどうなるのかやってみたいと思います。はい、今ね皆さんの耳にもノイズ聞こえてるんじゃないかと思いますが、これはですね駅改札付近の、まあ、人の話し声とか足音、これをねサンプルとして流してる状態です。この状態でね ECM-003 を、まあ、ノイズカットとかね全く使わずに使用するとこんな感じの音質になるんですが、いかがでしょうか。はい、次にこちらがローカットだけオンにしてみました。
まあ、ローカットをオンにしてもね、あんまり変わんないかもしれないんですけど、一応テストということでね、やってみてます。ローカットを使うとどのように聞こえてますでしょうか。はい、最後にノイズカットフィルターオンにしてみました。いかがでしょうか。ノイズカットフィルターをオンにすると先ほどまでのノイズね、どのぐらい少なくなっておりますでしょうか。そして今僕の声がね、不自然になってないかどうか、お聞きいただきたいんですけども、いかがでしょうか。はい、続いて屋外でのマイクテストしていきたいと思います。今音声の収録に使っているのはソニー α7-4 の内蔵マイクですね。いかがでしょうか。まあ、やっぱりね、一番手軽に使えるのはカメラ内蔵マイクだとは思うんですけども、ただどうしても自分の声以外、周りのね、環境音とかも拾いやすくなってしまうし、こういう風にカメラの近くで喋ってる時はいいんですけど、カメラからね、ちょっと離れてしまうと声のね、音量が小さくなってしまうので、そういった場合にこの ECM-003 みたいな、ワイヤレスマイクがね、役に立つのかなと思います。内蔵マイクのままね、ちょっとカメラから離れてみるとこんな感じになります。どうでしょうか。だいぶね、音量小さくなったんじゃないかと思うんですけど、いかがでしょうか。どうですかね。結構ね、近くで喋ってるのと間違いあったんじゃないかと思います。はい、じゃあ内蔵マイクから ECM-003 に切り替えてみます。はい、ということで ECM-003 の音声に切り替えてみたんですけども、いかがでしょうか。設定はですね、アッテネーター 20dB のノイズカットはオフで使ってます。で、α7-4 についてもデジタル接続対応しているので、もちろんね、スイッチはデジタルに、しております。いかがでしょうか。で、さっきは内蔵マイクだったので、カメラとの距離でね、聞こえ方、音量の大きさとかがね、変わってきたと思うんですけども、これはね、内蔵マイクとは違って、カメラからね、離れていっても、まあ、基本的には音の聞こえ方、違いはないんじゃないかと思います。いかがでしょうか。これね、レシーバーとトランスミッターの接続可能距離は、最大で 150m になってるみたいですね。まあ、これはね、障害物がない場合の話なので、例えば壁とかを挟むとね、また違ってくるとは思うんですけども、そういった使い方する方もね、ほとんどいないと思うので、あんまりね、心配はいらないのかなと思います。ちょっと軽くね、カメラから離れてみましょうか。はい、今ですね、15m ぐらい離れたかな。これで 20m ぐらいですかね。どうでしょうか。まあ、こんなに離れて撮ることも、まあ、あんまりないと思うんですけども、ちなみに今トランスミッターにウィンドスクリーンつけてるんですけど、これは付属してます。屋外で使うときは、まあ、風のね、影響でこうザーっていうノイズみたいな音入ったりする場合があるので、こういったね、ウィンドスクリーン活用するといいんじゃないかと思います。で、屋外なのでローカットはあんま必要ないと思うんですけど、ノイズカットね、使ってみたいと思います。今ね、このマイク拾ってるかわかんないんですけど、周りでね、なんか機械音みたいな音がしてるんですよ。結構高めの音で、これがね、カットできるのかやってみます。はい、ノイズカット有効にしてみたんですけども、いかがでしょうか。機械音入っていませんでしょうか。そしてね、音声不自然になっていませんでしょうか。室内で収録した音声聞いた感じではね、まあ、かなりノイズカット有効にしても自然ですよね。まあ、ノイズについてはね、すべて消すことはできていなかったんですけど、ほとんど気にならないレベルまでね、抑えることができて、それでいてね、音声自然だったので、実用性はね、かなり高いんじゃないかなと思いました。まあ、そのね、室内で検証した状況よりも今の方がノイズは少ないと思うので、条件的にはいいと思うんですが、いかがでしょうか。はい、ということでこちら ECM-003 使ってみたんですけども、いかがでしたでしょうか。まず僕がいいと思った点は、やっぱりレシーバーをね、ソニーの対応するカメラであれば、マルチインターフェース所に差し込むだけでもう認識されてね、ケーブルレスで使うことができるという点。デジタル接続に対応しているので音質の劣化も抑えることができて、さらにマルチインターフェース所からの給電に対応したカメラと使うのであれば、これケースでね、レシーバー充電する必要っていうのもないんですよ。ずっとね、使い続けることができます。これかなり嬉しいポイントですよね。で、送信機についてはかなり本体小さくて軽いし、さらに搭載されているノイズカット機能、これがね、予想以上に優秀で、まず自分の声にほとんど違和感感じずに使うことができるし、それでいてノイズをね、かなり抑えることができていたので、結構周囲に雑音がある環境でよく動画撮るっていう方、そしてソニー製のね、対応するカメラ使ってるっていう方にはかなりおすすめできる製品だと思いました。ただちょっと残念な点っていうのもありまして、この ECM-003 のトランスミッターにこれ単体で音声をね、記録するっていう機能はありません。最近他社から出てるワイヤレスマイクはそういった機能を搭載しているものも多くなってきているんですね。なのでトランスミッターの単体録音機能も重視するっていう方はね、その機能はついてないので、ご注意いただけたら幸いです。
はい、じゃあ続いて ECM-S1 ご紹介したいと思います。このマイクはね、パッと見よくあるコンデンサーマイクに見えるかもしれませんが、こちらもね、ワイヤレスのレシーバーっていうのが付属していて、これを対応するソニー製のカメラに取り付けることで ECM-S1 の音声をワイヤレスでカメラ本体に録音することが可能になってます。最近ね、いろんなメーカーからワイヤレスマイク発売されてはいるんですけど、ワイヤレスでもとことん音質にこだわりたいっていう方にね、ぴったりのマイクになっていると思います。で、この ECM-S1 の特徴3つ紹介したいんですけども、まず1つ目は今言ったようにカメラ本体にワイヤレスで接続できるっていうことなんですが、実はね、これマイク本体の後ろに USB 端子も搭載していて、これでね、PC と接続したり、スマホと接続してね、一般的な USB コンデンサーマイクと同じようにしてね、使うっていうことも可能になってるんですよ。1台のマイクで、そういったね、複数の使い方が可能になってます。で、特徴2つ目、本体に3つの大口径マイクカプセルを搭載していて、こちらもですね、ノイズが少ないクリアな音声を実現しているっていうのはもちろん、その3つのマイクカプセルによる指向性の切り替えっていうのにも対応してるんですね。マイク正面からの音だけにフォーカスした単一指向性、全ての方向からの音を拾う全指向性、そして L と R のね、左右のチャンネルに音を収録できるステレオもね、搭載しています。で、特徴3つ目はですね、この ECM-003 と同じようにマイク本体にノイズカットの機能がついてるんですよ。これ背面にね、 LC、NC ってあるんですけども、これを使うことによってね、周囲にノイズがあるような、あんまりね、音声収録に適してない環境でも綺麗な音声をね、収録することができます。はい、じゃあこちらもね、本体のボタンとかスイッチ詳しく見てみたいんですけども、まずはレシーバーですね。これパッと見ね、 ECM-003 についてたものと同じに見えるかもしれませんが、実は若干違いがありまして、まずですね、セパレートとミックスの切り替えスイッチ、これが ECM-S1 の方にはついてないです。で、本体の後ろにもね、セーフティーボタンがあったんですけど、これも S1 の方にはついてません。あとは接続状態を知らせるランプ、これもね、 ECM-003 はリンク1と2分かれてたんですけど、こっちはね、リンクのランプは1つしかついてないです。はい、次にマイク本体なんですけども、まず本体正面に電源ボタン、マイクミュートスイッチっていうのがついてますね。で、この部分が中にマイクカプセルが入った主音部分になってます。で、本体のね、右側なんですけども、ダイヤルが2つついていて、上がマイクの入力ゲインを調整するダイヤルで、この下はですね、ヘッドホンを接続した時に自分の耳に聞こえるボリュームの調整、あとはこれボタン1回押すとこの下の機能に切り替えられます。PC から出力される音と、マイクがね、収音している音のリアルタイムモニタリングのバランスを調整するという機能で、背面なんですけども、上のスイッチは先ほど説明した指向性の切り替え、一番上が単一指向性、真ん中が全指向性、一番下がステレオで、その下のスイッチなんですけども、これがノイズカットのフィルターですね。オフとローカット、ノイズカットというようになってます。そして背面の下にはヘッドホンジャックと USB Type-C の端子がついてます。この Type-C 端子は PC との接続、そしてマイク本体のバッテリー充電にも使います。フル充電で最大で13時間ワイヤレスで使用可能とのことですね。で、最後にこのスタンドなんですけど、これ実はね、簡単に外すことができて、もう引っ張るだけ、マグネットでガチャッとくっついてるだけなので簡単に外せて、外すとね、ミニ三脚とか、マイクアームに取り付けるためのネジ穴があるんですよ。例えば自宅の決まった場所でしか使わないのであれば、もうマイクアームに固定しちゃってもいいし、外でね、歩きながら使うとかっていう場合にはミニ三脚とかグリップに取り付けて、インタビューマイクみたいな形でね、使うっていうのもいいのかなと思います。で、付属品としてこのポップガード、最初からついてくるので、これもね、結構嬉しいですよね。取り付けるとこんな感じになります。はい、それでは実際に ECM-S1 の音声聞いていただきたいと思います。今カメラにデジタル接続して、ノイズフィルターはオフ、ボリュームはだいたい6ぐらいにして使ってみてるんですけども、いかがでしょうか。指向性のスイッチは単一指向性にしております。ワイヤレス接続の、コンデンサーマイク、音質いかがでしょうか。この後は PC と USB 接続をしてみて、音質に違いがあるのかっていうのも試してみたいと思います。はい、ECM-S1 を PC に USB 接続してみました。いかがでしょうか。ECM-S1 を USB 接続した音声がこんな感じでございます。先ほどまでは付属のレシーバーを使ってソニー製のカメラにワイヤレスでデジタル接続していたんですけども、その時の音声に比べて USB 接続有線で使った場合の音声音質はいかがでしょうか。こちらが ECM-S1 PC に USB 接続した音声でございます。
はい、続いてフィルター機能を使ってみたいと思います。今はオフなので、まあ、部屋のエアコンの音がね入ってるんじゃないかと思いますが、まずはローカットにしてみます。はい、ローカットをオンにしてみました。いかがでしょうか。ローカットをオンにすると低域を通さなくなるので、まあ、エアコンのね先ほどまで入っていたさーっていう風の音みたいなのが、聞こえなくなったんじゃないかなと思います。いかがでしょうか。まあ、ただその分、声の低域っていうのもなくなってしまうので、ちょっとね声質が変わったようにも、感じられるのではないかと思います。いかがでしょうか。こちら ECM-S1 のローカットをオンにした音声でございます。はい、今度はフィルターのスイッチを NC にしてみました。ノイズカットですね。さっきまでは低域だけを通さないっていう設定だったんですけども、ノイズカットは、デジタル信号処理によって、まあ、雑音全般、処理してくれるような機能になってます。声質についてはさっきの ECM-3 の場合はあんまり変化がないように感じたんですけども、今度はいかがでしょうか。こちらが ECM-S1 の、ノイズカット機能を使った音声でございます。はい、じゃあこちらも雑音を流した状態で、使ってみたいと思います。今もね雑音を流した状態でフィルター機能はオフにしております。いかがでしょうか。 ECM-S1 の雑音あり、フィルターなしの状態の音声でございます。はい、こちらは雑音を流した状態で、ローカットをオンにした音声でございます。雑音を流した状態、ローカットオン、 ECM-S1 の音声こんな感じになります。はい、最後に雑音を流した状態でフィルターのスイッチは NC にしてみました。いかがでしょうか。これが一番雑音を抑えられているのではないかと思うんですが、いかがでしょうか。そして音声不自然に、なってないかも聞いていただきたいんですけども、いかがでしょうか。こちらが ECM-S1 雑音ありの環境で、NC フィルター機能はノイズカットにしております。はい、という感じでこの ECM-S1 も使ってみたんですけども、やっぱりねワイヤレスマイクの中ではダントツでね音質いいなというふうに思いました。USB 接続と比べると、僕はね USB 接続の方が音質いいんじゃないかとは思ったんですけども、ワイヤレスでもねなかなかいい音で撮れていたので、いろんな場所でいい音でね音声記録したいっていう方にぴったりなのかなと思います。しかもね今言ったように USB でパソコンとも接続することができるので、まあ、マイクをね一つに統一したいっていう方にもね、メリットあるんじゃないかなと思いました。まあ、今回はね単一指向性しか使ってないんですけど、全指向性で複数人で使ったりとか、あとはステレオモードでね楽器の収録に使うってこともできるし、ノイズカット機能もね、結構優秀でしたよね。 ECM-3 と同じようにノイズをね、かなり抑えることができるし、音声の違和感もねほとんど感じなかったので、これもねかなり嬉しいポイントかなと思いました。でこちらもねちょっと個人的に残念なポイントっていうのもありまして、僕としてはこのマイクを USB ケーブルでパソコンに接続しっぱなしで、パソコンに常に認識された状態で、給電もされた状態で、さらにカメラとはワイヤレス接続もできている、この状態が理想だったんですよ。でもね試してみたら、PC にこれがマイクとして認識されてしまうと、ワイヤレス接続はね強制的に停止されてしまったんですよね。カメラ側に再認識させるには、USB ケーブルを抜かないとダメだったんですよ。まあ、PC からのね給電ではなくて、市販されているような USB アダプターで、給電する場合には、ワイヤレス接続可能なんですけど、とにかく PC に認識された状態では、ワイヤレス接続できない、こういう仕様になっているので、そこはね、ご注意いただけたらなと思います。はい、ということで今回はソニーさんから新しく発表された ECM-3 と ECM-S1 のレビューでございました。いかがでしたでしょうか。発売日もう少し先なんですけども、動画の概要欄に公式サイトのリンク載せておきますので、興味ある方ぜひチェックしてみてください。それでは次回の動画でまたお会いいたしましょう。バイバイ。